ジエリチャンネル。こんにちは、カジエリです。はい、今日はナーズさんとのタイアップで3月12日発売の新作チークエアーマットブラッシュの全色レビューをしていきたいと思います。めっちゃ新しい質感で空張りも豊富やし、マスクにもつきづらいので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。はい、まず全色紹介する前に商品の特徴なんですが、今までにないほどに柔らかくてクリーミーで、ムースのように軽いテクスチャーです。肌にのせるとベルベットのようなパウダーに変化して、ジュワッと自然な血色感を演出できます。で、塗った瞬間から瞬時に肌に溶け込んで、今までにない新感覚なチークです。最初質感がクリームっぽいから、指でつけた方がいいのか、それともブラシでつけた方がいいのかわからなかったんですけど、一応どちらも可能だそうです。ブラシでつけても OK やし、指でつけても大丈夫です。私的にはブラシで塗った後に指でトントンってして重ね付けするのもすごいグラデーションになって可愛かったので、それもおすすめです。で、個人的にブラシはこちらがおすすめです。ナーズブラシの15番です。ちなみに今日つけてるリップはこのナーズのエアーマットリップカラーの00043番。このパケだけ見ると派手に見えますけど、意外とねチョンってつけるだけでも可愛いんですよ。で、このリップはつけた感覚がないぐらい軽いです。チョンってのせただけでこれぐらい色づくので、もう本当私今チークの邪魔にならないように1滴ぐらいをのせてるんですけど、高発色やし軽いし、マスクにもつけづらいからおすすめです。アイシャドウは同じく3月12日発売の新作パレット、ユーフォリアフェイスパレットを使ってます。今日使用したカラーはこれです。すごいキラキラでね、可愛いんですよ。マットの上にキラキラをのせるようなイメージでグラデーションしました。ハイライトというか頬のツヤ出しは今日はこちらを使ってます。これも3月12日発売のユーフォリアフェイスデューです。一回手の甲に出してみるとびっくりするんですが、色が結構ね赤色っぽい、ローズっぽい色をしてるんですよ。これだけ見るとえマジでって思うと思うんですが、だいたいこれぐらい、米粒ぐらいかな、米粒もいらんぐらいかな、を手の甲に出してくるくるくるっとなじませていくと肌に溶け込んで血色感のあるツヤになるんですよ。これめっちゃいいですよ。で、細かいゴールドピグメントも入ってて、それが自然光に当たった時とかめっちゃヘルシーで可愛いです。はい、それでは全色塗っていきます。で、本当は両頬に塗っていきたいんですけど、私なんか今多分花粉で肌が結構敏感になってて、全色を両頬にのせていくと多分肌が死んじゃう気がするので、片方ずつ色味をのせさせてください。ちょっとそこはご了承ください。まずこちら、じゃーん、00531番です。これは特にラメとかパールとかが入ってないタイプになってます。色味が絶妙でめっちゃ可愛い。この色は温かみのあるベージュって感じですね。まあ、若干オレンジっぽいかな。はい、こんな感じでムースっぽいテクスチャーになってます。そして大人気のオーガズムのカラーですね。こちらは、00533番です。これはサンプルでいただいた時から使ってるので、ちょっと表面に使用感がありますが、こちらの色はコーラルピンクにゴールドピグメントが配合されている大人気のカラーです。ジューシーな血色感があってほてったような仕上がりになります。ゴールドピグメントが入ってるから肌なじみもいいし、健康的なツヤ感も手に入ります。じゃあこちらがベージュのカラー00531番を使って、左側がオーガズムのカラーをつけていきます。くるくるくるっと回転させて毛先につけていきます。もうムース状やから本当にね、肌にしっかり溶け込みます。なんかベースメイクのうちからチークが馴染んでるような感じです。で、つけ心地がね本当に軽いです。なんかトントントンって置いていくようにつけていくとしっかり発色しますね。あー、かわいい、この色かわいい。ナチュラル感がすごい好き。あとこの、なんて言うんでしょう、ハリ感みたいな、チークつけてますって感じがないのがいいですね。ではこちらオーガズムのカラーをつけていきます。これも同じくくるくるくると取って、これもポン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 ってのせていきます。オーガズムのカラーはさすがですね。華やかなほてった仕上がりになります。
本当に明るいベージュって感じでナチュラルに溶け込みます。こっちはオーガズムで安定のほてった感じの仕上がりになります。続いて00535番、はい、こちらはチェリーレッドって感じの色に見えるんですけど、多分つけてみるとピーチっぽいカラーになる気がしますね。これは特にパールとかラメとかが入ってるわけじゃないです。そしてもう一つ00537番、こちらはブラウンって感じですね。先ほどの一番最初につけたベージュ系の色よりは少し深みがあります。なんかミルクチョコレートって感じの色してます。どちらもパールやラメは入ってないです。ではこちらに00535番、左側に00537番つけていきます。さっきの発色見てるとそんなになんかめっちゃ発色するって感じではないので、若干淡くつくイメージですね。うん、かわいい。私この色めっちゃ好きかもしれん。なんかヘルシーな印象にもなりますね。なんか一応ブラウンではあるんですけど、顔が暗くなることはないですし、なんか大人っぽい仕上がりですね。やっぱり言ったようにこの色そのままが発色するというよりは結構淡くなります。うん、薄付きな色になりますね。ヘルシーな印象で春メイクに私はこれが一番好きかもしれない今のところ。はい、そしたら次こちら00539番ですね。ちょっと青みが入ってるようなピンクレッドっぽい色ですかね。そっちするとこんな感じですね。そしてもう一つ00541番です。これは割と鮮やかなピンクですね。こちらも両方ともラメやパールは入ってないです。そっちするとこんな感じですね。こちらにこの色、左側にこの色をつけていきます。多分この色は一番すっぴん風メイクとかにいいかも。なんかそんな感じがする。粘膜色って感じがする。ちょっと青みがかかってるようなローズピンク。そしたら次こちらの色、わかるかな左右で色。はい、こんな感じです。うん、どっちも可愛いけど私が好きなのこっちかもしれん。00539番、なんかね一番ナチュラルというかピンク感は強いんですけど、一番今までつけてきた中で肌に統一感が出て自然というか肌に馴染んでる気がします。一番だからやっぱり言ったようにすっぴん風メイクとかにめっちゃいい気がしますね。この自然のツヤ感もいいですよね。では最後こちら00543番です。ブドウっぽい、ブドウっぽいカラーです。これはバーガンディのカラーなんですけど結構青みが強い気がしますね。うん、ワインっぽいというか可愛い。これもこれで手に取ってみても結構ブドウっぽいカラーしてます。可愛い。でもう一つは最後こちら00545番です。こちらはコーラルレッドって感じですね。結構発色が強い気がします。でもこれめっちゃおしゃれ度高い気がする。この2つのカラーは一番高発色な気がしますね。やっぱりでもおしゃカラーじゃない。これを使いこなせてたらめっちゃおしゃれな気がする。じゃあそれではこちらのブドウっぽいカラーを右側、コーラルレッドを左側につけていきます。え、可愛いねんけど。なんか挑戦カラーかなーって思ったけどさ、可愛いねんけど。健康的なホテリじゃなくて寄ってますみたいな可愛いホテリそんな感じがする。あざといぞ。これは意外にもあざといチークだぞ。それでは反対側、これも好き。え、これ限定なん。え、これめっちゃ可愛いねんけど。めっちゃいい感じ。これ結構比較わかりやすいんじゃないですかね。え、あざといやんこのチーク。意外と好きなんやけど。いやでもこっちも可愛いし、こっちも可愛いしみたいな。うん、いい。最後の方にかけて好みのカラーが結構出てきた気がする。はい、以上でございます。いかがでしたでしょうか。めっちゃ可愛かったですよね。なんかね、肌に溶け込む感じがめっちゃナチュラルでした。
粉っぽくなくて、でだからといってクリームすぎないんですよね。肌に一体化する感じ、それがお気に入りです。で触った感じもそのクリームとかムースっぽい質感だからなんかベタベタするのかなって思ってたんですけど、全然そんなことなくて普通に肌を触ってるような感覚です。ファンデーションと一体化してます。それが使いやすいポイントかなって思いますね。ちなみに私のお気に入りはこちらとこちら、私がレビュー中にこの色一番好きかもって言ったピーチっぽいカラーですね。今つけてるチークなんですけど、やっぱり見た目より少し薄く発色します。これだけ見たらこの色濃くつきそうって思うかもしれないですけど、意外と肌にのせるとこんな感じで淡くつくのでおすすめですね。色が絶妙に可愛いこの色で、もう一つがこちら、あざとって言ったやつぶどうカラーなんですけど、ほっぺたにつけたらめっちゃ可愛かった、あざとかった。なんか夜とかつけたらめっちゃあざとくエロくなりそうはい、この2つが私的にお気に入りです。3月12日、もうすぐ発売なので参考になれば嬉しいです。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。